FM 大阪からお送りしている「マルシェ9区」毎週水曜日のこの時間はビッグマルシェ710万人以上のユーザーを持つソーシャル経済メディアニューズ Picks とのコラボレーションで国内外100メディアのニュースのほかニューズピックス編集部が作成するオリジナルの記事を紹介していきます。 今週もニュースピックスの平山さんに来ていただきましたどうぞよろしくお願いいたしますおはようございますよろしくお願いしますさてもう最近は ai に関する話題もうこと書きませんよねこの盛り上がりを作ったとも言えるチャット gpt このコーナーでも平山さんに私を教えていただきましたそしてオープン ai 新たななんか ai モデルを発表したっていうふうにお聞きしましたけれどもどんどん出てくるね そうですねもう次々と知らない間にね <laughs> 使ってるみたいなこともありますけどどうしたらいいですか、はいですね、今日はですねじゃあそこら辺の AI の話をって感じなんですが、はい、あのチャット g p t を展開する OpenAI がですねあの先週末あの X 上でですね「はい、来週新しい発表します」というのを投稿しまして,てもう AI の界隈の皆さんはもえ何なんだろうっていうね、うん、もう。 みんななながが気ににることになってですねで、はい、それが今週の、えー、と昨日おとといの時間に発表されたんですけど、もうあのかつてアップルが新しいもの発表しますっていう時の興奮のように結構みんな盛り上がっていたんですが、うん、の CEO の,、ね、のサマールとマンもです、ね、僕にとっても魔法のようだっていうような新商品とか新サービスを発表したというところなんですけど、まあ今日はそれをお伝えしていこうと思うんですけどお願いしまれども。はいであの オープンアイですね、えー、と日本時間の14日の午前2時にですね、えー、と音声コマンドと画像ビデオを受信してオートができるチャット GPT の最新バージョンっていうのを発表しましたと、うん、で新たに発表したものは GPT4O ていうモデルの名前になるんですけど GPT4O、はいあのー、よくねあの今記事とか出てるの GPT4 その次に丸がついてるんですけどこれあの読み方は O って読みます。主に オムニバスとかオムニチャンネルの意味のオムニの王を取られているんですけど、まあ、全方位的とと言われるようなところですねで、まあ、の前のバージョンのチャット GPT4 よりもあの音声とか画像動画処理がまあかなり技術的に高速に処理できるようになりましたというところが一つあるというのが今回の発表ですねで発表された中で,です、ね、注目されているところはです、ね、やっぱり AI と自然な会話ができる。 ってところですね g p t 4 o はですね世界の人口の97%に対応する50カ国語に対応しているとすごいね、はい、であの、まあ、デモの映像とか出てるんですけど、まあ、特に印象的なので音声での対応答スピードですね。で OpenAI によると応答時間は最小で232ミリ秒平均でも320ミリ秒これ何のことがよく分かんないんですけど平均的な人間の会話の速度 と同等程度で話しかけたら AI が話話を返してくれる。ちゃんとその内容によった返しをしてくれる。はい、はい、そうなんです。ちょっともう一人暮らしも寂しくないよ。そうそうなんですよ。本当そうなんですよ。<laughs> <え>はい。であのサマルトマンがですね投稿しているあの GPT4 との会話。 を通じた音声翻訳の様子とかも出てるんですけど、うん、それ見てるとあのサマルトマン当然英語で喋ってるんですけど、うん、公開されてる映画ではもうあのリアルタイム日本語に翻訳して返されていたりとか。あ、そうなんですか。はい、そういう状況になっていますと。ちょっとほら日本語が変だなみたいなのはもうそんなになく。もうそうですね。もう普通に日本語で翻訳して返してくれるっていう状況になっていたりとか、あとですね他に公開されている動画で言うとそのチャット GPT にあの。 カジュアルな服装をした男の人が話しかけてるんですけど、うん、そうすると、はい、あちらあの AI の方が服装を見て話し返してくれるんです。うん、この人こういう感じだなっていう話を展開してくれる。えー、服装で判断される。そうです。服装とか映像からも判断して、うん、あこういう会話をするといいかなみたいな感じで返してくれる。うん、見た目が九割ですよ本当にね,ね <laughs> 見られてる。はい、えー。 なのでもうなんか単純になんか定型文で返してくるというレベルではなくなっていて、うん、いもう状況を判断した上で返事をしてくれる、うん、賢いな、はい、いう状況になってきているというところで例えばそのスマホ一台置いて、まあ、複数のメンバーで会話をしていても、うんはい、その会話の中にもう一人いるかのように参加してくるというような状況にもなっていまして。 適応能力がすごいよそ例えばですねあのビデオで撮りながらって形になるんですけど、うん、例えばあの数学の問題をこう分析しながら3人ぐらいで話していると、うん、そこに対してさらに AI がこうだよみたいなことを言ってくれるえこういうふうに解い,たらいいいいいふに解たらんじゃないあそうですねいうのも言ってくれますし<ー>もうなんかお絵描き的なことをしててもそこに参加してくれたりとかそうなんだ、はい、だ本当に何か一人友達が増えたみたいな感じに <laughs> <ー>なっている状況ですね。 うわちょっっと使ってみたいな,、はい、なんでこれも、ね、あのアプリすでにあの提供されているんですけど、まあ、スマホと,あとディスクトップのパソコン両方で使えるようになっていて、まあ、チャット GPT の会話ロボットを提供してくるんですけどあの Google とか Apple、まあ、とかも、ね、そういうものを出してきているんですけど、まあ、こういうのがどんどん進んでいくという形になっているという,う,と,いうところですね。であのオープンエアはこの技術ね数週間かけて、まあ、みんなに提供していくよという話をしていますと。 で今回発表された技術の新しい場合これ音声画像ビデオからも学習していて、まあ、研究者の中ではこれをマルチモーダル AI っていう新しいジャンルというか、まあ、進化した AI で言われてるんですけど、まあ、実はですねここのジャンルあの今日の実は朝、はい、Google も発表してまして何<よ>あの Google はジェミニという AI を使ってあの発表してるんですけど、まあ、ジェミニも進化して、うん、まあこの i して チャット GPT が発表した内容とほぼ同じ内容はもう発表してきたというような感じですもう画像からも判断できるし、うん、あのデモでやられたのはあの駐車場で自分の,あの車探したいとかっていうああるある,あるどこに止めたか分からなくくなってきる,時ある、はいはい、とかであの探せたりとかあと自分の車のナンバー忘れちゃったナンバーくだ <laughs> とかもうあの写真の中自分の,あのカメラの写真の中からあこれじゃないですか、うん、ナンバー タッ<あ>ナンバーとかいうのを。一応取っとかないといけない。はい、言ってくれたりとかっていうのがあったりとか。でも写真撮ったけど、どこに何があるかわからへん時。そういうのも全然検索してくれたりとかですね。あとはもう普通にあのさっきも数学の話出ましたけど、うん、数学の問題写真撮ったら。もう丁寧に段階を踏んで、こういう解き方ですよっていうのを教えてくれたりとか。うん もうますますす試験会場に携帯電話持っはいなのでそういう、まあ、学習がねできますっていうことですとかあとまあ Gmail とかもね Google のサービスなので、はい、Gmail の中から何か探してほしい時にも今も探してくれますけどもっと簡単に探してくれたりとか、ねうん、まあ添付されてる PDF 例えば PTA の、うん、はい。 おなんかお知らせがあってとか, <laughs> か学校であの渾身があるんですけど <laughs>、うん、時間どうですかっていうのを PDF を読み取った上で、うん、自分の Google カレンダーから空いてる時間を探してくれて、うん、この時間でどうですかっていう提案をしてくれたりとかうすごい秘書ができるみたいなそういう感じで、まあ、Google の場合、まあ、いろんなサービスを展開しているのですべ、うんまあ、てのサービスにおいて、うん、AI が付随してくるっていう形になる、うん、そうか 私グーグルのすべてのサービスはあんまりこう使わないようにしてるんですね、はいろんなほら情報がさ、ねはい、バレちゃうじゃんと思いながら <laughs>、はい、でもこれは便利ねそうですねそういうところはどんどん便利になってきますねというところですねなのであの今回もあのチャット GPT もそうですしグーグルもそうなんですけどマルチモーダル AI という進んだもうあの解析の具合がもうかなり進んでいるのであの例えばもう今までだったら少し調べ物に使っていたっていうところが 1500ページぐらいの論文を要約してくださいとかもできるようになっちゃうっていうような話も出てきているのでいいな私が大学生の時にそれ欲しかったなそうですね卒論めちゃくちゃ卒論めっちゃ簡単よでもそういう風になっちゃうから例えばそこで昔はあった職業も減ってくる時代が そうですねやっぱりのあのこういう効率を求めるところって AI がすごく得意にしているので、はい、まあそこはまあ生産性が上がるっていうふうに捉えるっていうこともできるとは思うんですけどうん、うん、やはり職業によっては、まあ、あの人が10人かかっていたのが AI 一台でできるとかちょっと減っちゃったり、ねはいはい、もあると思いますが、うん、まあ最終的に、ね、あの生産性が高まっていくので、うん、あのビジネス全体とか経済全体にとってはいいと言われているんですが、まあ、人があとどこができるか、うん。 ね、じゃあこの AI の進化についていかないとそうです、ね、今後やばい今週「のニュー d i ックでも特集してるんですけど結構管理職の方とかがすでにやっぱり、うん、あの AI を使える若手かあの使えないベテランかっていうと、うん、どっちを次に投与しますかっていうと、はい、もう AI を使える若手の方が新しく投与したいっていう回答の方が。 実際八割ぐらいになってきているっていうのもうの、リアルな数字で、はい、あのアンケートで出てきているとかっていうのはあるので、やはり AI を避けているよりは、うん、まあ積極的に使っていって、うん、っていう方が、まあビジネス上もチャンスは増えるのかなという感じですね。うもう全くほらもうわかんないからいいじゃなくて、はい、なんとなくわからないながらでもそうですね。いろいろとやっていったりとか試していたりとか、うん、まあ。 あまり苦手意識を持たないというか<ー>っていう方が、まあ、自分のチャンスは増えていくのかなというふうに言われていますね。 今管理職の皆様がギョッとしてるところです <laughs> そうよね、はい、そうなっていくんだもんそうですねあの先ほど言ったように生産性が高いかどうか,とか見られてるのでやっぱり AI 使えた方が生産性高く仕事してくれるかなというまあそうでしょうね、はい、可能性もあるっていうところですねで周りねそのチャット GPT を使ってる人っていうのは実はそんなに私の周りがまだいなくて、はい、海外はもう当たり前のに使ってるでしょそうですね日本っていうのはやっぱちょっと遅れてますかあのビジネスの中で使ってる方とかは多いかもしれないです、うん、まあエンジニア中心で使ってますけど、はい はい、まあ本当に簡単な質問からもう普通にチャット g p t に聞いてみたら結構返ってくるんで、うん。うんへー あの苦手意識またかちょっとなんか分かんないことだったら聞いてみるといいその習慣をつけるそうですねグーグルとかは、ね、もう検索とかに入ってくるので、うん、もう多分自然と使うっていう状況になってくるんじゃないかなと思いますねそ,それがまだ分かってないけども,もうアメリカであったり例えば違う国中国とかもうどんどん進んでますよね、はい、そうですね AI っていうの,の開発が進んでいるので、うん、まあ使っている人っていうになると、うん、まあ同じぐらいなのかもしれないですけど、うん、まあどんどんみんな使っていくようになるんじゃないかなと思いますね。ついいてきますはい じゃないと大変なことになりますよ <laughs> ついていけへんでみたいな <laughs> 無理やでってりますスタッフがうーんって言ってますけど頑張りますはい、はいえー。今日のこのピックマルシェ音声を YouTube でもお楽しみいただけますマルシェのホームページにピックマルシェのバナーがあるのでそこをクリックしてください過去のオンエアデータも YouTube にアップしています ニュースピックスアプリで記事を探す場合はカタカナでピックマルシェと検索して今日の記事も読んでくださいねその他の記事も動画コンテンツも充実しておりますこの時間はニュースピックスの平山さんにお話を伺いいたしましたどうもありがとうございましたありがとうございました